A 班结局冲破 15%， 肉肉女原来是瘦妹。真実がどこにあるのか。Let's see。これで本当に俺の授業は終わりだ。讨论度超高的日剧《三年 A 班》完结篇冲出 15.4% 的收视新高。今から皆さんには人質になってもらいます。哦，我还以为老师在开玩笑，结果どうだ。岩田将晖饰演的高中老师以极端手法追查班上学生自杀真相。影山玲奈は死んでしまったのか。その理由を夜の8時までに導き出せたら、みんなをここから解放してあげよう。不正解の場合、誰か一人死んでもらう。在这个紧张的 moment。おめえらよくこの状況で飯が食えんな。私のこと臭いって。は？本当のことでしょう。いつも汗かいてるし。新人大丈夫か？ぽつついてもらってもいいかな。動かないでよ。うっせえな。風呂ってねえのみんな一緒だろ。そんなことでいちいち騒ぐの。つかお前らだって十分くせえ。そんなに気にしなくていいからね。あいつ。篠田くん。100% 私に惚れてるよね。他俩结局真的出乎意料。お前ら付き合ってんの？11回告られて。12回ね。もういいよ。負けたよ。啊，实在太励志了！剧中柔道社的肉肉女，18岁的富田望胜，三年前是这样。2ヶ月後にこうなってしまう。2ヶ月後。あれ？いやでもその役作りのために。2ヶ月で15キロ取るっていうのがすごいんですけど、初めていただいた役、初めて出れる作品だったので、もうそっちの方が嬉しかったというか、もうそれが当たり前だと思って。秀秀年纪这么敬业，虽然体重再也回不去，戏路却大开啊！在三年 A 班中跟帅哥配对，也算因祸得福啦。爱します。愛されます。